もっともっと盛り上がっていこうぜ。殿下、聖火の宴に舞い散る。任務開始。祭りか。いっしっし、待てよ夜桜。いっぱい楽しいことしましょう。忍び転身。地に来ないでください。お、なんだ夜桜、困った顔してるじゃねえか。悩みがあるなら私も混ぜな。シャラうっしゃどっせシャラおりゃえどっせちょちょえシャラどっせちょてえうっしゃどりゃでちょい飛ばすぜうっしゃてえおりゃおっしゃ超えてきたぜ。忍ばせ。はるか、舞順次ちゃん。夜桜、鎮魂の夢に沈みましょう。いざ聖火の宴に舞い散れ。夜桜、カズラギたちに追われてるのか。蓮華さんか。お願いじゃ、助けてください。カズラギさんとはるかさんがわしにセクハラしようとしてくるんじゃ。ちょっとだけだって。怖がらなくてもいいんです。そうよ、優しくしてあげるから。くー、モテモテだな夜桜。だがその悩み、私が解決してやるぜ。それはありがたって。なんで蓮華さんまでわしに触ってくるんじゃ。忍び転身。てやめ、セクハラされるのも慣れれば問題。へえ、忍び転身。ない。だから私もセクハラを手伝ってやるぜ。なんでそうなるんじゃ。蓮華、あたいの縁。焦らないで。物は渡さないぜ。独り占めは許さないわ。あ、危ないじゃないかい。やるじゃん。せいでせいでせい。どんどん
さあどんどん行くぜ。試練開決着。これであいつにも追いつけたかね。